オランダ国家社会主義運動はかつて存在したオランダのファシズム政党。後にナチズムに方針転換した。1930年代に議会で急速に勢力を伸ばし、第二次世界大戦中にはドイツ占領下のオランダにおける唯一の合法的政党となった。1945年のドイツ敗戦により回答。1929年。 アメリカを橋とした世界恐慌はオランダにも押し寄せ、経済に深刻な打撃を与えた。これを受け、国内では極右政党が活発化し始めた。そうした中で、1931年12月14日、NSB はアントン・ミュッセルとコルネリス・ファン・ヘールカー県ラによって、ユトレヒトにて結成された。イデオロギーとしては、ファシズム、 ナチズムの影響を受けているが、設立当初は反ユダヤ主義ではなく、ナチスに急接近した1936年まではユダヤ人の党員もいた。1933年、衆議会にて初の公開討論を開催し、党員600名が参加した。これにより、党の知名度は格段に向上した。同年、政府は NSB への公務員の入党を禁止した。 当主ミュッセルとの実用主義的思想とカリスマ的イメージ、党員の高い結束力、そして暴力革命ではなく合法的民主主義による政治改革を目指したマニフェストは不況にあえぐ民衆から大きな支持を受け、他の極右政党との連立や NSB のさらなる躍進をもたらした。35年には終選挙に出馬し8%の得票で、 第一委員の二議席を獲得。しかし、NS 党の支援によるミュッセルとのリーダーシップに疑問を抱いた党幹部の一人名ートロストファン党人編が党の反ユダヤ主義を公表するようになると一変して風向きは変わった。NSB は他の政党や労働組合、協会などから大きな批判を受け、37年総選挙での得票は35年の 半分の4%、第2委員で4議席を獲得したに過ぎなかった。一方第1委員では5議席を獲得し、議会の議事手続きや法案の可決にわずかながら、影響を及ぼすことができるようになった。マニフェストにおいて、暴力革命を否定したにもかかわらず、NSB 議員は議会において、しばしば暴力や暴言に出ることがあった。だが、39年の終選挙において NSB は、 さらに4%の得票を得た。1945年のドイツ敗戦後、党員のほとんどが逮捕されたが、うち有罪判決となったのは、ミュッセルトを含む数名だけだった。ミュッセルトは、翌年死刑が執行され、移行同様の極右政党が生まれることはなかった。ありがとうございます。